こんにちは、綾乃です。YouTube 見てくださってありがとうございます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。今日はね、いい日差しですね。画面でも通してそういうの、感じになれるほどだと思いますけれども、はい、すごく暖かい日差しです。さっきちょっとだけ瞑想をね、していました。今日はね、なんかこう自分を本当にしっかり整えたいという気持ちになってですね、まあ、すっごい、ごめんなさい、すっごいところに三つ編みがどこから出てるんだろう。失礼しました。そんなわけで、昨日もすごい早く寝て、で、今日もお部屋をバーッと掃除したり、まあ、ちょっと用事をしたりして、で、がっつりこう自分のストレッチっていうんですか、そういうのをしてみたりして、で、深い瞑想に入っていましたが、グラウンディングですね。グラウンディングの、サポートをしたいという、何かあったんですよね。ということは、なんかこうグラウンディングのこう、なんていうのかな、サポート動画みたいな、なんかそういったアシスト的なね、のを必要とされている方がね、いらっしゃったのかなーって、そんな風に思いますけれども、瞑想中にそれを受け取ってですね、わかりましたなんて言って、ね、なんでまあ、グラウンディングなんだろうなーなんて思ってたら、やはり何かこう、まあこういったね、スピリチュアルな動画とかにたどり着く方っていうのは、まあ自分のそういった高次元のね、自分、そういったものを開いていきたいとか、まあ、例えばハイヤーセルフであるね、自分の状態でこう生きていきたいとか、まあそういったことがあったりとか、まあ目に見えないそういった存在ですよね。エネルギーっていうものに対してすごく興味があって、そういったものにね、こう自分の感性をこう開いていきたいって、そういう方が多いと思うんですけれども、さっき受け取ったメッセージは、バランスなんですと。それで、そういったより高い周波数ですね、高次元のエネルギーを、まあ、自分が許容していけるようになるには、私たちのこの肉体とかと全然違った種類のエネルギーですから、そういったものをね、まあ、ある種全然違うものと全然違うエネルギーがバーンってなると、まあ、例えば頭痛であるとかさ、あとはなんかちょっとした混乱であるとかね、そういったものを引き起こしがちなんですよ。で、そういったものを、より少なくね、まあ、穏やかに、そういった高次元、まあ、この頭部より上のチャクラとかね、そういったものを活性化していくには、バランスを取るためにより下に向かっていくエネルギーですね。グラウンディングしていくっていう、そういったエネルギーの流れをより構築していくことが大事なんですよっていうお話だったんですね。で、例えばさ、ビルでもさ、木でもそうだけどさ、高い建物とかって、その分すごく、ビルだったらすごく基礎が深かったりとか、大きなこう、木、大木とかだったら、それと同じだけ根が深く張ってるとかね。まあ、そんなイメージでいいと思うんですけれども、なので、まあ、高次元のそういったエネルギーを自分が受け取ったり、そういったものに対して自分の感性をね、育んでいきたいって思っている方は、どうぞその大事につながる、今この瞬間であるとか、よりリアリティを持った現実と自分の感覚みたいなものも、もっとクリアに、もっと確かなものに、で、もっとはっきりしっかりこの瞬間にいるっていう、その意識も同時に育んでいったらいいんじゃないかなと思いました。はい。では、そんなわけでですね、まあ、グラウンディングのサポートを、するライトランゲージを、ここで今ね、チャネリングで下ろしたいと思います。まあ、聞き流しという感じで、皆さんには受け取っていただけたらいいかなと思います。でですね、どこのエネルギーを使って下ろしていくかというと、ペルタゴニアですね。ペルタゴニアね、まだまだ全然、認知されてないと思います。なんでならば、2019年、もう2019年なのかに、私が初めてコンタクトをした、初めてこうキャッチし合った、エネルギーですので、これまで人に知られてこなかったんですが、まあ、どういった意識のエネルギーかというと、太陽系のスペースそのものだと、ペルタゴニアは自分で名乗っていました。はい。なので、私たちと共にずっとずっとある、そういった高次元のエネルギーですね。まあ、意識を持っている、意識を宿しているエネルギーといった感じですね。で、私なんかはペルタゴニアのエネルギーを使ったチャクラワークとかもしてますから、結構長い間パートナーなんですけれども、
実際セッションを受けた方とかも、すごくね、なんかペルトゴニアって不思議なの、すごく紳士的なんですよね。で、すごく、頭がいいって言っちゃ失礼ですかね。高次元の存在を捕まえて、頭がいいっていう言い方、ちょっとあれかな。でも、なんて言うんだろう、すごくね、クリアなんですよね。すごく、単純明快にバーッと言ってくれたりとか、チャクラワークをやってますから、そのチャクラに対するヒーリングですね、エネルギーの介入もすごく上手。なので、受け取る方も、よりなんだろうな、親しみを持って皆さん、接種を受けられてますから、そういった意味で、まあ、グランディングというということは第一チャクラの活性化ということにも、つながっていきますから、ペルタゴニアね、いいんじゃないかなと思っております。はい、ではそうだな、せっかくだからもう少し、私の顔は切れてもいいから、もう少しいい感じの風景を見ながら、よし、じゃあペルタゴニアね、下ろしていきましょうか。はい、ではこの先はね、どうぞ目をつぶってでもいいですし、ゆったりと深く、呼吸をして、このライトランゲージを、自分のね、第一チャクラ、もしくはグランディングを強化する、そちらを活性化していくという意図を持って聞き流してください。じゃあ、ペルタゴニアをね、つないで、皆様にエネルギーをお送りします。ちょっとお待ちくださいね。アミシャルカバーオシュンデカシチチバシャルカバーバシャルヒヒビシャルカバシャルケバシャルカバシャルアバボシャルバシャルケテたくさんの方とオプシャルケテケテワークをアイノさん通じてワークをさせていただきましたが、またこうしてアバシャルケビシュというもっともっとたくさんの方へ私のエネルギーがお役立ちになる機会を与えてくださりありがとうございます。アバシャルケビシュテケビシュテケバボシュリテケビシュテバシビテテカチャプグラウンディングという、まあこの大地に根ざしていくような、力強いエネルギーの、安定感、そしてブシュルカブシュブシュ、まあ、それに伴い、それを一番、象徴しているのは第一チャクラですから、あなたのあるがままの存在、それに対する自分自身への信頼、委ねる、もしくはブシュルシシシシブシ、自分であることに対する喜びであるとか尊厳といった、そういった、象徴的なエネルギーでもあります。ブシュルケブシュブシュ、どうぞ私がそういったエネルギーを第一チャクラを活性化させたり、より深くこの大地ですね、この今この瞬間にあなたがいるこの場の大地のエネルギーと深く深く、つながっていき、より安定的に自分であることへの喜びを感じられるような、そんな、ワークをしていきたいと思います。しばらく、ライトランゲージでエネルギーの調整をします。皆様どうぞ、共に、この、瞬間を楽しみましょう。バシャバシャバラバフィッシュシャバラガビカルカバルキャチェンビピシュピシュビビティラバラヤヤヤバシャボシバシャバラヤラバシャバシャバラバシャビバシャバシャバラバラバシャバラバシャボシャビイヤワーク始まったばかりですが、メッセージをまず言葉でお伝えしなければなりません。むしろ多くの方がバシュレテてこのライトランゲージを聞いた瞬間、この先のワークの近いタイミングで、自分自身の存在というテーマに付随した恐れや不安、劣等感や悲しみ、苦しみ、怒りといったものが何かしらの感情や記憶として浮上してくるかも、思い返されるかもしれません。むしろブシュレテてどうぞ、そういったものが上がってきたからといって、ブシュルケブシュルケ心配する必要はないですよ。むしろ心穏やかに、そんな風に自分で自分のことを見ていたのか、そんな風なことをもしかしたら人から自分に対して評価されてるんじゃないかという恐れや不安、すなわち幻想を抱いていたんだ、そのように認識するタイミングですから、思い返された記憶や、ブシュルケ、それによってさらに不安の、ループに入っていく必要はないということをまずお伝えしましょう。さあ、ワークに戻りますよ。ハブシャラバシャレキャブヤラバラリアラバレラリアバレラヤンバラリアラヤンバレチャンウイビシアシオイヤビヤイビシャイヤブシアイヤバライヤイビシア
坊やらかは、あやま、あやうしゃや、みまいやみやいやまはやぼ、いてぃかばやばしゃらび、いわしゃぼしゃばばしゅうしゃらびやらり、いやまりみやまいやばしびや、がみやしやみねがまやら、いててやば、いて、いててやばらひやばしゃなばしゃ、びびてやびらばんしゃばられら、あびや、はびし、はびし、あんばやばしゃ、いびやばいやば。アバシャラバシャ、アバシャビリアバ、アバシャバラビラバシャバラバシャビリ、イビシャバラバラバラビアバラビアバシャ、イビアビ、イティティ、イティカバイアバシャバシャバラバレティ、アバシャラバラティバシャラバラ、あなたがこの瞬間、今のあなた自身に感じている不安や恐れというのは、バシャレティビシティ、過去に起きた何らかの出来事の影響によって、アバシャルケティティ、スバシャルケティケティ、ありのままの自分と違った見方、理解をされてしまったということに対する、バシャレティティ、アバシャルケティ、一つの絶望感であったり、もう人によってはそういった風に自分を見誤ってしまっている方への嫌悪感として出ている場合もあります。そういった経験をしたからこそ、この先まだ起きもしない未来に対して自分のあるがままをそのまま受け入れてもらえないのじゃないか、または、あぶしゅるけぶしゅけて、あぶしゅ、自分自身とまた全く違った、要素として、理解されたり誤解されてしまうんじゃないか、そのような未来に対する予期不安というものを抱えている。ですが、あぶしゅるかぶしゅるかぶしゅ、今この瞬間のあなたは、あなたがあなた自身をよりクリアに、よりあるがままの状態として自分でまず認識することが大事です。あばびしりきびしらばしりかばしりとき、自分自身にあばびしりきびしとき、揺らがない信頼感や、あるがままの自分に誇りを持っている、そういったものが自分の奥底から自分自身を支えるエネルギーとして稼働している状態というのは、あびしりきびし、たとえ他人や誰かに誤解されようが、間違った見方をされていると感じても、あなたを損なうといった、あなた自身が蔑まされたり傷ついてしまうという、そういった感情には変換されません。誰かにはそのように見えるかもしれません。ですが、私は自分に対してこのような信頼を寄せています。そのように健全に、自分自身は自分自身で絶え間なく感じられる信頼感というものを育んでいくことができます。あばぼしゅるけびしりけびし、それは何よりもあなた自身をぼしゅるけびしりけびし、安心させるものかもしれません。ビシュルカバブイヤラバシャラベク、今この瞬間自分に対して、アバブシュ、どうぞ寄り添ってください。自分自身であるということから逃れられることは一度たりともないんです。アバシュリピシュルケビシュリ、どうぞ唯一無二のあなたの存在を祝福してください。アババシュリケビシュリケテプシュリケサラビシュリティティショショ、またあなた方の何かお役に立てることがあったらとても嬉しいです。はい、以上でした。ちょっとくる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 、いかがでしたか？私もワークをしながら、うわっとちょっとした記憶が上がってきましたね。そういうふうに見てるかもしれない、あの人私のことって思ってるっていうのは、そのままひっくり返して自分が自分のことをそんなふうに見定めて、違う、見さぐ、なんていうの、見下していたりとか、自分で自分自身にそういった厳しいね、判断、厳しいジャッジみたいなものをね、下していたんだなって思いました。はい、いいじゃないですか。と私はね、ファッと思いました、このワークを終わった後に。
悪意があってるわけじゃないし、自分の、なんだろうな、自然体で溢れてくるようなものであったり、自分の感性っていうものがね、多少さ、人にそのまんま、共有することが難しかったとしても、それがほら、自分自身の、自然のもの、であるならば、それがそのまま私のあるがままのね、良さだったり状態だったりするわけだから、それをね、いいとか悪いとかっていうふうにね、何か決めなくていいんだなーって、そんなふうに思いましたね。はーい。いかがでしたか？まあ自分に対するね、まあ自己信頼とか、自己認識の低さみたいなものはね、あります、あると思います。誰でも多かれ少なかれだけど、もしあったとしたらね、それをひっくり返した時に、どれだけ自分って素晴らしかったんだとかさ、どれだけ自分のことを愛おしく思えるかっていう、そっちにね、変わっていくギフトでもありますから、そういったものを持っていたり、なかなかそういった癖がね、手放せなくても焦る必要はないし、それでまた自分ができないっていうような風にね、解釈しないで、そういう風に思ったり、そういう風な、考えを持つような経験をしたかもしれないけど、この先もずっとそうである必要はないよねって、まず少しずつね、少しずつ自分の気持ちや自分に対するね、そういった厳しさみたいなのを少しずつほぐしていけたらいいんじゃないでしょうか。はーい。じゃあ、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。ほら、気持ちいいでしょ？お日様はもうちょっと映してみましょうか。見えるかな？パワフルでございますね。はい、以上でーす。あ、そうだ、ごめんなさい、最後に、ちょこちょこ頑張ってるインスタ、フォローしてくださったり、ハートマークつけてくださってる方、ありがとうございます。すっごい嬉しいです。はい、また、ちょこちょこね、日々降りてくるメッセージであるとか、素敵なね、写真があったら、皆さんにもシェアしたいと思います。よし。